今月もやってきましたマンスリーフィッシング浜名湖旬の釣り。まだまだ日中は暑い日が続いていますが、釣りシーズンもまだまだ暑く盛り上がっていますよ。それでは浜名湖旬の釣り第44回、早速今月もスタートです。この番組は守ろう地球の生命線キャンペーンと NPO プレンティアの森の提供でお送りします。10月の浜名湖旬の釣り、この日の天気はやや曇り空、少々肌寒いですが、そんな寒さも吹き飛ばしてくれるおなじみのあのメンバーを早速ご紹介しましょう。まずは石黒入野店店長内藤健二さん、そして石黒フィッシングアドバイザー宮崎智康さんと石黒高林店小島恵梨香さんです。今月この3人で挑戦するのはカワハギ。毎年快調な釣果を出してくれているカワハギ釣り、今年はどうなるのでしょうか。それではまずは釣りを始める前に、今回使う仕掛けと餌についての説明を宮崎さんから。浜名湖の船からのカワハギ釣りですけども、こちらにあるような胴付きタイプの2本針から3本針の鮭を使います。このローリング重りを使って、一番下で仕掛けを引っ張っていってもらうという形なんですけど、でこれが完成形なんですけども、ローリング重りの下にこのスプリットリングという商品がまず付きます。サイズは小さなもので構いません。でその下に針仕留め、サイズは中、ね、あまり小さいと糸を入れるところの穴が小さくなっちゃうんで通しにくくなります、中ぐらいが適当です。でこの針仕留めの下にこのカワハギ針を取り付けます、はい、長さはですね10センチから15センチ程度でいいです。もともと売られている針にはですね糸が40センチから45センチついていますから、糸を適当な長さに切って引っ掛けてあげる。見えるかな、こんな風に引っ掛けてあげる。はい、うん、押すと簡単にこのような針が出せますから。上にもですねこういった派手な重りを使います。これはですね、周期進化中重りといった商品です。でカワハギはやはりキラキラしたものが好きなんです。それに対してこう興味を持ち、寄ってくると、そこに餌がありその餌を食べるというふうな、状態になりますので、なるべく派手なもの、普通の鉛ではなくってこういった派手なものを使った方がいいですね。ね、上にも重り、派手な重りがついていて、下に仕掛けが来て一番下に重りが来ると、その下にも針があるという状態になります。でこの仕掛けの途中にもですねキラキラしたものをつけちゃおうという欲張りなもの、ね、これはカワハギ就業シートといってですね、裏面に糊がついていまして、半分にペタンと折って貼り付ける。この幹糸にペタッペタッとこう貼り付けてあげることによってキラキラ光るものがね幹糸につくというふうな状態になります。うん、見にくいかもしれませんけども、回転ビーズというのがついています。針が滑になった時に糸を切っちゃって、もう一回糸を通し新しい針を通し直して、新しい針の糸を通し直してねコブを作れば簡単に針の交換ができます。針の号数は、3号ぐらい、これが適当なところです。沖で使うカワハギ釣りの場合にはハゲ針というちょっと特殊な形をの針を使うんですが、浜名湖の場合にはですね、こういった吸い込ませやすい、非常に幅の狭いタイプの狐型と呼ばれる針を使います。カワハギ針
ね、カワハギ針というふうな形のものです、はい、これを使ってください。はい、餌ですけども、あのカワハギ釣りの定番はやはりアサリです。アサリがね、非常に柔らかくて食い込みがいい、吸い込ませやすい餌として、やはり効果的です。ただですね、針が小さいですから、アサリが大きいとですね、やっぱり取れやすい、アサリが柔らかいと取れやすい、ですので、このカワギ職人というふうなもの、これを使います。このクワスナマアサリに対してメモリ一メモリ分、このままトプトプトプっとこうかけてあげます。で、しばらく置いておくと、このアサリがですね、ギューッと締まって、餌持ちが良くなります。針にもつけやすくなりますので、おすすめです。カワハギ職人ですね。青いサメの場合にはですね、だいたい